エイヤワディ川は、ミャンマー中央を流れる川。旧州イラワディ川、イラワジ川。ミャンマーで最も重要な川であり、パテインタ多くの河川港を要する水運の要である。流域は41万千平方キロメートルを覆い、全長は2170キロメートルである。最大の支流は、エイヤワディデルタ中央部で合流するチンドウイン川で、 ミャンマー北東部の長丘陵を水源としている。ヒマラヤ山脈の南端を源泉として、ミャンマーを北から南に縦断し、9本に分かれて広大なデルタ地帯を形作りマルタバン湾に流れ込む。鉄道や道路が整備される前の植民地時代には、マンダレーへの道と呼ばれていた。語源は、サンスクリット語で、象の川を意味するエアバティから来ていると推定されている。 1989年に連邦政府はこの河川の英語表記を小ビルマ語の発音に由来するイラワディから現代ビルマ語の発音に近いエイアワディに解消した。それに合わせて日本語での表記もイラワディ側、イラワジ側からエアアディ側に変わりつつあり、または併記されることも多い。川口付近には川から名前を取られたイラワジイルカが生息している。 水量が豊かな大河川であるが、水利用を目的とした大規模開発は行われてこなかったが、2006年、中国と共同で、カチン州にミッソンダムを建設する計画が明らかになった。ダムは、発電を主目的とし、ダム高152メートル、ダムの水を利用した、水力発電所の最大出力は600万キロワットに達する大規模なもので、 総事業費36億ドルに達する巨大プロジェクトであったが環境破壊への器具や移転を余儀なくされる地域住民の反発に加えダム建設に反対する家賃独立軍と国軍が戦闘状態になるなど国内は混乱を極めた。2011年にミャンマー側から中止の決定が下された。ありがとうございます。